県道70号線です、イークーマっていう交差点、三差路を右折しました。ちょっと難しいんですけどね。はい、入ってみようかな。そこかもしれないけど、いいや。県道255号線。これ金明宿の通りだったっけな。金明地区の通りより一本、西側なのかな。ここね、利根の絶景なんだそうです。赤城町巡り。の絶景、絶景って言われてもなかなか。あれは穂高山なのかな。あんなに関節。もちろんここは直進ですよ。徐行してください。ここもね、すぐ隣にね、線路、上越線の線路があるんですよ。この人たちもね、SL がこれから来るんで、ここで撮影しようかなみたいな、そういった私と同行の市ですね。私はもう少し先で本当に、こういった線路の近くだったら迫力ある写真になると思いますけどね。
あ、そうですね、リュウセンジさんですね。県道255号です。狭くなるんだね。金下不動、金下不動の表示が出てます。もう少し先です。あ、本当にもう新緑の季節っていう感じになってますね。なんか深呼吸すると、まあ、肺胞の一つ一つに、まあ、フェトンチッドが入ってくるかなみたいな、そんな雰囲気になってます。金下不動のところには大きな岩がありましたけど、あれがお不動様に変わりましたよね。すごいよ、大きな岩がお不動様に。トンネルか、そうだそうだ、ここね、昔はね、もう少し狭かったトンネルなんですよ。でもすれ違いが、まあね、できるような道幅になりました。これは良かったね。確かに大変なトンネルだった。よし、待っててくれた、待っててくれたね。はい、着きましたよ。ここがね、金下不動。そうだな、まあこっちでもいいけど、まあここら辺置こうか。ここに1台分空いてるよね。よいしょ。